はい、どうもこんにちは、マッキーです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちらオクラを種まきしたものを植え付けていきたいなと思います。オクラはですね、だいたい5月ぐらいになりましたら植え付けができます。そして1個ね、植えるだけでもですね、たくさんのオクラ収穫できますので、家庭菜園で育てるにはとてもコストパフォーマンスのいい野菜になります。はい、なので今日はですね、こちらもうね、土作りはできていますので、まあ実際に土作りでどんなものを入れたのかっていうところをご紹介しまして、そして実際にオクラを植え付けていきたいなと思います。でこの動画を見ることによって、オクラの土作りの方法であったり植え付けの方法ですね、そういったところが分かるようになりますので、よければ参考にしてみてください。はい、で初心者の方でもオクラは育てやすい野菜だったりもしますので、早速やっていきたいなと思います。はい、それでは早速いってみましょう。マッキーチャンネル。はい、ではですね、早速こちらオクラの種をまいていきたいなと思います。これは収穫幅や収穫性に優れる、15センチになってもまだ柔らかい五角オクラというね、品種になります。はい、これ原寸大ですね。こんなにね、大きく、僕の手がこれなんですけれども、大きく成長していきます。オクラの種ですね、はい、こんな感じのね、種になっています。すごくですね、なんか、丸々としたね、種ですね。はい、じゃあここにオクラの種をまいていきたいと思います。今回は1つですねの場所に対して2つですねの種をまいて育てていきたいなってね思います。そして3倍ぐらいの種ですねになるように、深さ、種の大きさの3倍ぐらいの深さで、はい、ね、種をまいていきたいと思います。はい、こんな感じでね、入りましたので、土をね、ちょっとかぶせまして、はい、埋めてね、いきたいなってね、思います。そして軽く上からトントンとね、押して密着させていきます。ちょっと土ね、足りなかったので、追加して土を入れていきます。これでね、暖かい環境にして、はい、育ててね、いけば、オクラね、育てられます。ちなみにこちらね、書かれていますけれども、オクラね、平地一般地ではね、4月から6月に種がまけまして、白の部分ですね、一般地では4月からですね、種がトンネル状にしてまいていきます。トンネル作らない場合は5月中旬ぐらいからですね、種まきをね、していくっていうようなイメージになります。そして発芽温度は28度になっていまして、発芽までの日数は6から8日ですね。そして生育できる温度としては25度ぐらいですね。そのぐらいの温度を確保しながら育てていくと良かったりします。楽しみです。はい、こちらですね、オクラをね、種まきして育てています。オクラはですね、1つの穴のポットに対して2つから3つですねの種をまいています。こんな感じでオクラはですね、可愛らしい双葉ですね、今ね、生えてきています。一昨日まで全然芽が出てきなかったんですけれども、暖かくなりまして一気に成長してきています。はい、こんな感じでね、双葉がね、開いていますね。ちなみにこちらがキュウリの双葉になるんですけれども、オクラとキュウリちょっと分かりにくいかなっていうのを思ったんですけれども、キュウリですねの双葉の方がしっかりとしている感じですよね。茎はですね、同じような感じではありますけれども、やっぱりキュウリね、しっかりとですね、ピンとね、して育っているなっていうのがね、分かります。あとはオクラはですね、こういう産毛ですね、葉っぱの外側に産毛みたいなもんね、生えているかなっていうのがね、分かります。こういう形で水分をね、吸収して、ね、元気に大きくなろうとしてね、いる、状態に見えます。ではこれね、どんどんと大きくなるように育ててね、いきたいなってね、思います。順調にね、大きくね、成長しています。楽しみです。はい、見てみてください。こちらね、オクラですね、オクラになります。ちょっと1本見てみましょうか。こうやってね、開けてみますと、はい、こんな感じでね、オクラは育っています。双葉がこのように出てきまして、本葉がこれからね、1枚出てきて2枚これから出てこようとしています。
こんな感じでオクラは成長ねしていきます。そしてこれは100均で育てました、ポットですね。ポットに土を入れて種を2つほど入れて育てていたものになります。これオクラは2つずつですね、だいたい育てていくと結構ね育ちが良くなったりします。っていうのもですね、競争するようにオクラがですね育っていきまして、それで、大きくなるんですね。そして1本育てていくと結構高いね、背の高いオクラになってしまって、上の方を収穫するのが結構大変だったりします。でもこれ2本ですね、ね育てていくことでそこまで身長が高くならないで、はい、オクラね育っていきますので、そういった意味でも、はい、こういうねところで、2本で育てていくと良かったりします。ではですね、早速やっていきたいなと思いますけれども、ここ実はね、隣はそら豆を育てています。そしてこの、隣の部分にオクラを育てていこうかなと思いますけれども、オクラはそこまで肥料ですね、最初育つにあたって、そこまで必要はないです。ただ窒素系の、葉っぱとかですね、成長するために、必要な肥料であったり、花を咲かせるためのリン酸の肥料が必要になります。それが比較的含まれているものとして、僕は米ぬかを入れています。あとは冬野菜で出た残酢とか、あとはですね、ここはジャガイモの残酢をね、ちょっと米ぬかとカルス NCR でね、土作りって形でやっていました。これから土作りしていくよっていう方はですね、牛糞で土をふかふかにしていきます。そして鶏糞を入れていきます。鶏糞は窒素リンのね肥料成分が含まれていますので、栄養としてね、肥料として使うことができます。あとは駆動石灰もしくは有機石灰ですね、そういったものを入れていきます。それを入れることによって、よりねいい土作りっていう形でなって、ふかふかな土でしっかりと根っこを張ってオクラが成長するという形になります。これが一つですね、土作り、オクラの土作りについてになります。はい、こちら土ですね、作った土を見ていただきますと、このようにですね、すごいねふかふかなんですね、土が。はい、これが団粒構造の取れたいいですね土の状態になります。ではですね、こちら、隣は、稲ですね、稲を育てて米ぬかを入れてちょっとひっくり返して土作りをしていまして、隣ですね、こちらに植え付けていけるように、土ですねちょっとね、上げていきたいと思います。今回はですね、僕は電動耕運機を使って一度もう一度土を柔らかくしておきたいと思います。やっぱりよりふかふかな土の状態だと植物がね育つにあたってすごいいい状態になります。はい、いけましたね。そしてこの場所にちょっと高い畝を作っていきます。まあ、10センチぐらいの畝を作ってあげることによって根っこが張りやすくなり、それでより成長していきます。じゃあね、ここにだいたいねこの位置で育てていこうかなってね思いますけれども、こんな感じで支柱を立てまして、この支柱の場所に高い畝を、作っていきたいなってね思います。ではこの支柱に沿って、お山になるようにちょっとね土をスコップを使って上げていきたいと思います。これはクワとかレーキとかそういったものですね、それでもやってもいいかなと思います。僕はちょっと今回ね、資材があんまり道具がちょっとね今揃っていなかったので、このね感じで作業をしていきます。そして左右からやっていきます。オクラはだいたい2列で育てていくこともできますし、1列で育てていくこともできます。ただね、収穫のしやすさから考えると、僕は1列で育てた方が収穫しやすかったので、今回は1列で育てていこうかなってね思います。もし1列で育てる場合は、横の畝幅がだいたい60センチですね、そのぐらいの畝幅を作ります。若干ここはそら豆ですねがありまして、少し日陰にはなっていますけれども、もうそら豆も収穫が始まってきています。なのでそら豆が収穫し終わって光が入りやすくなりますので、それでそら、オクラが元気よく育っていくというようなスタイルでリレー栽培みたいなね感じでやっていきます。一つの植物が育ったらまたね次の植物が育つような、そんなイメージですね。はい、いいですね。では今埋めた支柱はちょっと取り出しておきます。そしてオクラはそうですね、30センチ間隔ですね、そのぐらいで植え付けていきます。
はい、見てみてください。このようにですね、畝を作ることができました。簡単ではね、ありますけれども、畝があるとないとではやっぱり成長に違いが出ますので、しっかりね、やっていきます。そして今回はこちら、オクラですね、ここね、育てていまして、全部で9個のオクラの苗を育てていました。今回植え付ける前にリキダスという活力剤になります。これを、このね、1000倍に薄めてかけると良かったりしますので、これキャップ4分の1で5リットルのお水ですねに薄めて、それで使っていくといいです。はい、これで薄めましたので、ここはオクラにちょっとね浸してやっていきたいと思います。じゃあまずは植え付ける前にたっぷりとこちらにお水をね浸しておきたいと思います。これをしっかりやることで活着が、植え付けた後の活着が良くなりやすくなります。だいたい植え付け30分前ぐらいですねに、このようにしっかりと水分を入れて、底面給水って形でやっておくと良かったりします。はい、このようにですね、底面給水できましたので、早速植え付けていきたいと思います。はい、ここねずらーっとですね、畝をね作ることができましたので、こちらに植え付けていきたいなってね思います。ではまずは横、畝の横ですね、一番端っこの横から20センチぐらい、間を取りまして、この場所にちょっと穴を開けていきます。そして開けましたら、これオクラの苗になりますけれども、これをね2本指で挟みます。そして横にひっくり返しまして、はい、ここに植え付けていきます。はい、見てみてください。根っこですね、ここねすごいですね、元気よく張っていまして、これからね元気よく育っていきそうな、そんなね勢いのある苗になっています。いいですね。そして植え付ける前に今入れました活力剤をちょっとねここにしっかりとまたね入れておきます。そして入れましたら、この場所にそーっと苗を置きまして、はい、ね土をまた戻しまして、苗がしっかりと上を向いて成長するようにしていきます。ちょっとねここヒョロヒョロってね苗がなっていますので、若干土で深くですね、土で埋めてしまいまして、ひょろひょろしないように補強をしておくと良かったりします。こんな感じ、こんな感じで山にしておきます。はい、これで OK ですね。そしてできましたら、ここねオクラがあります。ここから30センチですね離した場所、この場所にまたオクラを植え付けていくというイメージになります。オクラのね、成長した感じはこういう感じなんですね。なので結構茎も太くなりますし、背も高くなります。なので成長した時のイメージをちょっとね、イメージしながら植え付けていくと、だいたいこのぐらい離したら、窮屈なく育っていくなっていうのをねイメージがつくかなってね思います。はい、そしてここもねありますので、2本指でやりまして、はい、取ります。若干茶色っぽいですね色の根っこになってきていますけれども、はい、これねギリギリ老化苗になる前に植え付けられましたので、はい、良かったです。そしてしっかりと、土でね埋めまして、これで植え付けが完了です。はい、ではここの場所に植え付けていきたいと思います。少しひょろひょろ苗なので深く埋めていきましょうか。ね、じゃあ先に植えられるように、植え穴を掘って鉢ポットを入れておきたいと思います。はい、植え付けね完了できました。はい、いい感じにね植え付けできました。
あとはちょっとね寒くなってきた場合ですとちょっと不織布をかけたりして対策していこうかなと思いますけれども、もし急な寒さが出てきた時にやられないようにするためにこの場所に不織布かもしくは防虫ネットを上からかぶせておきたいと思います。まあ、トンネルとかそういうものを使うのではなくて今回はもう上からこんな感じでパサッと優しく、置いておけば大丈夫です。マキさん、茎そうすると折れてしまうではないかなってね心配かもしれないんですけれども、上からこのように優しくかけておけばオクラは結構強いですので、活着しっかりと活着して大きく成長していきますので、はい、大丈夫です。ちょっとね気持ちふわっとかけるイメージですね。そして両サイドの部分から、土でちょっとだけね重し押さえておきます。そうすれば風で飛んでいくことも少ないですのでいいかなってね思います。はい、はい、じゃあこれで様子を見てね育てていきたいと思います。はい、不織布かけましたけれどもこんな感じでパサッとねかかっていますので、茎が折れるっていう心配も少ないかなってね思います。うん、いいですね。はい、いかがだったでしょうかね。こんな感じで、オクラね植え付けることができました。これからどんどんオクラね育っていきますので、よりですねまたね大きくなるようにしてやっていきたいなと思います。ね、オクラはですね本当家庭菜園でとてもコストパフォーマンスも良くてどんどん収穫できますので、皆さんも良ければ挑戦してみてください。またね大きくなってきましたら日常的な管理の方法って形でもご説明していきたいなと思いますので、良ければね参考にしてみてください。またその時期に応じて育てた方って形でご説明していきたいなと思いますので、また楽しみにしていてください。じゃあ今日はねこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。